いいこさん、どうもメッセージありがとうございます。そしてですね、チャンネル登録者数が200人を超えたということで本当におめでとうございます。200人っていうのは小さいように見えますけども、もうね1000人まであとね8割といいますか、20% 達成しますんで、このまんまどん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 進んでいくと思うんですよ。そしてですね、本当に忘れていただきたくないのは、これね、手前味噌になりますけども、今、速稼塾、私のね、チャンネル登録者数さんって、1万人ほどいらっしゃるんですよね。で、プラス、速稼塾の生徒さんは1000人ちょっといるんですよ。だから1000人というふうに言わせていただきますけども、そうすると、この1000人の方が積極的にお互いを応援するグループ、プラス全体で速稼塾塾生さん以外の一般視聴者さんも9000人いて、合計1万人の視聴者さんができているということを考えるとですね、いっこさんはじめ、その速稼塾塾生さんがこのチャンネルにこの紹介を受けれるっていうのはむちゃくちゃいいチャンスだと思うんですよ。多分これを他の人に頼むところがないと思うんですよね。もちろん無料で頼むとかないと思うんですよ。有料でしたら広告枠っていうのが結構取れると思いますけども、それにしてもね、私と同じ規模で1回につき5万円から8万円かかるんですよ。でも速稼塾の仲間ですから、もうね回数無制限、もう審査なし、そこそこいいのだったらどんどん出すみたいなねそんな感じで今のところお断りした人はいませんよね。そして私のこういった解説と応援付きなんで、一定の効果はあると思います。何よりもいっこさんが作られた動画っていうのがセンスが良ければ広まっていくんですよ。でセンスがもしね悪ければ、私がいくらやっても結局見てくれなくなるし、あと久保さんが紹介する動画あまり面白くないよねってことで私の評判も落ちるんですよ。ということなんで、この200人達成っていうのはいっこさんの紛れもない力で、私がちょっとだけねお手伝いしたっていうことになります。これからも気負うことなくね、自然な発信、楽しい発信をしてください。一番肝心なのは動画を作ってる方が楽しいってことなんですよ。動画を作ってる方が楽しいから、その動画が視聴者さんから見ても楽しくなってくるんですよね。苦痛とともに、そして本当にね苦しみとともに作る動画っていうのは全然面白くないですし、そんなのは広まってほしくないんですよ。苦痛が広まるのは私のね喜ぶところではないんですよ。いっこさんが素敵だな、嬉しいな、こんなのどうかなっていうのがどんどん広がっていけば、それが一番いいかなと思いますし、意にそぐわないものが広がっていくっていうのはやっぱり私のセンスではなかなか採用できないですよね。というのが、再生数を稼ぐための動画に偏ってほしくないってことなんですよ。そうではないんですよ。再生数とかチャンネル登録者数は少なくても、少ない人がみんなねよかったってなっていただければ、そこから似たようなセンスの人にどんどん広まっていくと思うんですよ。最近でしたらね、花屋龍馬さんとか綾沢ちゃんとかね、ああいう方を紹介したいなっていうふうに心から思う人がいれば広まっていきますし、なんか紹介してもらったからしょうがないから紹介しようかっていうのは止まってしまうんですよね。でそういう意味で言うと、こうちゃんにしてもそうですね、いっこさんにしてもそうですし、応援する方が順調に200人いる。そして今が私が見たところ202人になってましたんで、今でも増えてるってことですよね。でこのまんま300人、500人、1000人に向かっていって、結果的にあれ YouTube ずっと楽しんでたら広告料入るようになったよっていう風になるのがベストの流れです。苦痛とともにね、痛みとともに再生数伸びても続かないですから、チャンネルの解除につながっていきますんでね、それじゃ意味がないですからね。YouTube っていうのはきっと一生いっこさんを支えてくれる資産になると思いますし、もしかしたらそこに出ているこうちゃんがね、それを引き継いでですね、こうちゃんもこうちゃんチャンネルっていうのを自分で立ち上げるようになるかもしれませんので、そういうことをね見据えていくと、本当にねこれね、新しい21世紀の財産ですよ。この財産すごいですよね。動画っていうのは動画を作った本人が仮にいなくなっても、最近私が死んだみたいなね、そんなサムネイル作りましたけども、多分ね私が死んでも私の作ったアフィリエイトとか Google のアドセンスとか YouTube の報酬とかっていうのは勝手に入り続けて、分かんないですけども、今の状況が続くとしたら、私が死んだ後100年後もね、入金はずっとこのペースで振り込まれると思うんですよ。なぜなら YouTube が削除されないからですよね。すごいですよね。大和くんとかね、次の世代に私はね、遺産を残してあげれるなと。これデジタル遺産っていうんですけどね、すごい時代だなと思いますよ。だからね、子供は運がいいか悪いかは親がどれだけのことをやってきたかによるのかなと私は思ってる時代ですね。長くなりましたけども本当におめでとうございます。でこの動画をご覧の皆さんもね、私のチャンネルでよろしかったらどんどん紹介していきますんで、そっか塾生さんはもうどんどんフリーで無料でどんどんやらせていただきます。そして塾生さんじゃない場合は5万円です。今日決めました。無料でも誰も申し込んでおかないんで、もう有料にしました。有料にしたら申し込んでくって言ったらね、ちょっと変わってますけどね、おかしいですよね。でも
5万円払うぐらいだったら、速回塾に頭金払って入った方がいいと思うでしょ。ということでございます。いくこさん、本当におめでとうございます。